おはようございます。おはようございます。松本さん。はい。来ましたよ。来ましたね。来ましたよ。物壊し部屋。今日はなんと、物壊し部屋。なんか視聴者さんのあれでしょ。そうそうそうです、そうです。言ったらどうですかっていう。めちゃめちゃ面白そうじゃないですか。まあ大男にはね。もう、むちゃやっていいやつですよね。壊しちゃダメなものを壊せる部屋ですよ。なるほど。そんな面白いことないじゃないですか。壊していいものがあの部屋なの。そうです、そうです。だけど今日はガッチャンガッチャンにして帰ろうと思います。あ、そうですか。はい。いや、行きますか。行きちゃいましょう。え、何今なんかもう今はもう興奮が止まらない。なるほど、そうなんですね。もうバチバチ投げ壊してやろうと思って。わかりました。行きましょう。はい、レッツゴー。はい、松本さん。もうこれはもうパッキパキですよ。なんかこんな格好したらマリオだね。うん、赤にこのマリオって知ってる？何ですか？土管工の人だからね。ああ、そうなんですね。そうそうそう、だから土管の中入ってくるんですか？そう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 。今日は悪マリオで見てください。いきたいと思います。はい、どうぞ。じゃあ行きましょう。おお、こうか。なるほど、こういうことか。あの、いろいろ壊した後は多少歩いちゃうんだな。なんか今日はここら辺を壊していいらしくて、うん、横はグラスだね。これ本物のガラスか。本物のガラスですね。本物のガラス。はぁ。で、上は気をつけてって言ってました。そりゃそうでしょ、これは壊しちゃいけないでしょ、このダクトはね。やっちゃおっかな。ダメでしょ。なんかまあこういう、あ、すごいね、こういう。ただこれ、まあどんだけぶん殴っても先らしい。なるほど。あ、もう壊したじゃん。この壊していいんでしょ、これだから。もう壊していいらしいっす。ミシンと、これ電子レンジだね、これは。あ、じゃあね、これがこれグラス、グラスを、これグラス。わあ。ちょっと破片が怖いね。だからこれつけないと。ちょっとマスク、これもしとこう、このガード。あ、バットで。え、ね、どういきます？ハンマー。ハンマーどうやって？ハンマーこれに使いましょうか。それちょっと分けた方がいいんじゃない？ちょっと。そうですね。一気に料理。なるほどさん。はい。いや、ハンマーやめた。あのおさ、はいはい、お皿。取れないじゃん、さ、急に下にやったら。そうか。そうそう。行きますよ。下？うん。おもろマジで。あ、そう。気持ちいいもんなの。気持ちいいっすよ。これハンマーで一回。うん。あれですね。うん。ちょっと松本さん気をつけてください。はい。あ、だからその上でやると電子レンジまで壊れるよ。いや、これ横に行きますよ。横に行く。また拾います。へぇ、行きますよ。はい。飛んできたから。何飛んできました？今何、どこ殴った今。いや、これ、これ殴りました。これ行った今。これ、え、ここ行ったの？電子レンジ行ったのかな。電子レンジ行きました。うん。怖いね。まず立て。全然壊れないよ、まだ。おもろ、マジ。何これは一体。うりゃ、うん。弱いよ、なんか遠慮してる感じがあるよ、まだ。本当？うん。遠慮は無用でしょ。うん。いや、でもなんかさ、
これ怖いなと思って。大丈夫。すごいね。すごい。もうだってバカだもん。え？あ、壊れてる。電子レンジが。電子レンジ壊れちゃったじゃん。そうです。あら、かわいそうに。気をつけてください。はいよ。おのれ！怒ってんねん。怒りなん。怒りじゃないね、やっぱ。怒ってますな。怒ってます。怒ってますよ。あ、これ気持ちいいわ。あ、そう。松本さんも一回やってみてください。一回やってみる。うん、絶対おもろい。本当にガラスだもんね。そうですよ。だこれ。気持ちくないですか。何ねこれ。マジ気持ちいい。テスパイス。おい。おい。いいっすよ。今これぐらいにしてたろ。いや、松本さん、ぬるいっすわ。ぬるい。そんなんですね。怖い。いや、いや、おもろいな。これ、めちゃめちゃおすすめ。おいで。さあ、あー、ミシンが壊れた。なんか、なんかあれか。電子レンジ。電子レンジの。いきますよ。はい。怖。あれがつきそうで怖い。いや、でもこれついてるから。おお、めっちゃ跳ねてくる。おもろ。いや、松本さん、ここみんな来た方がいいわ。あ、そう。うん、ぐらいおもろ。超おもろい。お、バール。バール、バールは危ないよ。もう殺人鬼よ、バールは。危ないで、これこっちガン来ちゃうよ、あんまりやると体ずらしょ。いや、取るぞ。やめてください。ほら、他がいいんだったら、こうだ。いない。ほら。いない、いない、やめてください。やめてください。大友さん、大友さん、やめてください。
立たねえな。これでかいよ、皿いっちゃいます。どこに投げてほしいですか。いや、どこでもいいよ、好きなとこ言ってくれたら。いやー、これでかめよ。これでかいっすね。どこがいいかな。やっぱその壁でしょうね。壁に行く。こう行きます。いやー、わからん。それともこう。いやー、わからん。こう行こうかな。ああ、そう。そしたらなんか綺麗にパーンってなる。行ってください。行きますよ。はい。いい音。綺麗。気持ちいい。いい音だな、これ。音も取っとけるね。うん。アーカイブにできるな、音が。飛んでくる。破片がね、結構来るんですよ。ストレス溜まってますね。やっぱりこのコロナで。そうっすよ。確かにコロナだ。全部コロナのせいや。おもろな事故。ここマジでみんなおすすめ。あ、そう。行ったほうがいい。行きますよ。はい。いい音。気持ちいい。これはいろんなドラマで使える音だよ。確かに。いいよ、松本さん。楽しい。ここ超楽しい。これもう飽きてきたよ。これも飽きてきたよ。飽きてきましたね。うん。まあ、じゃあ最後電子レンジぶん投げて、最後電子レンジぶん投げて終わろうかな。いいよ。うん。2個あげますよ。2個くれる。うん。じゃあどうしようかな、これ。じゃあ、うん、すごいよ。うん、オッケー。下に揉んでて、うん。まっつー、これ何だこれ。何？泥水？見た。いいっすね。はい、ちょっと芝居もつけて。あ、芝居もつけて。もう一個はどうしようかな。じゃあもう一回いきます。うん、いただきます。あ、そういうことですね。こういう壊し方も確かに。確かにできます。いいっすよ、いろいろ。普段できない感じの。俺飯、これがうまい。ありがとうございます。豪快な男。何ですか、豪快な動画。怖すぎるじゃないですか。うまいっつってよ。うまい、ありがとうなーって。全部食器は捨てる。怖すぎ。喉乾いた、ごくごく。最後それ音なしじゃん。むしろもう全速球でやってよ。これじゃあ思いっきり壁全速球で。肩壊さない。豪速球でしょ、肩壊さないように。いきますよ。うん、あそこ、はい、どこがいいですか。真ん中でいい。真ん中。うん、じゃあここ。はいはいはい。ここらへん。はいはい。やっぱ気持ちいいね。気持ちいい。はぁ、あ。はぁ、あ。疲れた。疲れるね。よいしょ。出た。大男。大男が。最後は終わりますよ。はい。重くて投げられないの。それじゃあ皆さん、また練習。バイバイ。
今日はあのさ、はいはい、占いでございますということで、稲垣聖也の今後を見てもらおうと思います。いろんな人に知られる、まあ、知名度が増えるですとか、うん、いろんなところからオファーが、体力的に、まあ、ちょっと休まる日がなかったりとか、うん、っていうこともなりがち。稲垣聖也のまずやるチャンネル、チャンネル登録よろしく。